ンポン。ここはどこ？私は誰？お前ついに頭が、アイアムミク初音。ちげえよ、何どさくさに紛れてなりすましてんだボケ。で、頭でも打ったんか？いや、もう12月じゃないですか。はあ、ツイッターでこんなハッシュタグが話題になっていたんですよ。忘年会する？このハッシュタグと今のお前の行動がなんか関係するんか？忘年会ごっこしてました。いや、お前さっきのは記憶喪失って言うんだよ。忘年会って何？こいつったく、忘年会ってのは今年の1年の嫌なことや苦しかったことを忘れて新しい気持ちで新年を迎えようっていう趣旨の飲み会のことや。へえ、じゃあ私たちもやります。まあええけど、じゃあ関係ない。 KP、 いや今年1年もおいしスカンソ。何もだよ、ポルトガル語なんでだよ。てかなんて言ってんねん。お疲れ様。普通に言えや。まあええわ、お疲れ様。さて、本日は忘年会ということで特別ゲストをお呼びしています。そうなんか？今年1年このチャンネルを盛り上げてくれた功労者を肩からワックスモデルさんで、待て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 、え、誰だよ？スマブラの実況してた時に輝かしいボケを見せて場を温めてくれた肩からワックスモデルさんですよ。そんなん誰も知らんわボケ。さすがに別の方を呼びした方がええやろ。肩からワックスモデルだけに別の方ってか。うせろ。じゃあ私のマブであるで。あー、やめろよー。